最後に14番プレファシオ収まって枠入り完了です。スタートしました。アーリーロブスト少しつまずいた後方からになります。前は外から12番のセイントメモリー、内からは4番ナイキマドリード行きますが、セイントメモリーが花です。追っていくのは6番ピエールタイガー、その後ろに内2番マグニフィカ、外から押し上げる14番プレファシオ、間に4番ナイキマドリード、3番手集団固まって、その後ろに8番当選アドミラル、その後方一塊ルクレルク、それからカキツバタロイヤル、アスカリーブル、ディアウィッシュと続いていきます。これから向こう上面、前は5頭ほどが固まって先行しますが、先頭12番セイントメモリー、リードはわずか。6番ピエールタイガー2番手外目、内に2番マグニフィカ、外14番プレファシオ並んで1馬身差で5番手に4番ナイキマドリード、3馬身から4馬身差、押している8番当選アドミラル、接近1番アスカリーブル、後方に11番ルクレルク、内から押し上げる9番スターシップ、外からは5番アーリーロブスト上がっていく。3番スマートジョーカーはその後ろ、先頭まで10馬身ぐらいの位置、それから13番カキツバタロイヤル、後方に7番ディアーウィッシュ、10番当選アーチャーしんがりです。縦長3、4コーナー中ほど逃げている12番セイントメモリー、振り切りにかかる。2番手は6番ピエールタイガー、手が動く。そして外から追ってくる14番のプレファシオが3番手、4番手少し離れて8番当選アドミラル、直線コースに向きました。逃げる逃げる12番セイントメモリー、リードが広がった。4馬身から5馬身です。外から追ってくるのは14番プレファシオ、今2番手、その外からは8番当選アドミラル、打ち終わって1番アスカリーブル、さらには13番のスマートジョーカーも伸びてくるが、先頭は12番セイントメモリーです。セイントメモリー突き放して快勝、ゴール。12番セイントメモリー逃げ切りました。本橋光太騎手、ゴールでは大きく右手が上がりました。12番のセイントメモリー勝ちました。14番プレファシオ2番手、1番のアスカリーブル、間を割って伸びてまいりましたが、これは3番手。